能登地震被災者。テレビ局のヘリがうるさくて気が休まりません。マスコミの取材電話が鳴り止まない。がネットで話題。内容はこちら。能登地震被災者がマスコミの行動に呆れているようです。では、記事の一部を引用しご紹介いたします。5月5日午後2時42分ごろ、石川県で最大震度6強を観測する強い地震が発生した。気象庁の発表では、震源は石川県能登地方で、深さはおよそ 10km、地震の規模を示すマグニチュードは 6.5 と推定される。その後も余震が続いている状況だ。とにかくヘリコプターがうるさくて、と語るのは、地震で崩れた墓石を片付けていた珠洲市に住む女性だ。昨日も夜までヘリが飛んでいて、暗くなったらライトをつけていました。こっちは片付けどころではありませんでしたよ。マスコミの方も仕事だというのはわかりますが、気が散ってイライラしましたよ、と騒音に悩まされていたと話す。また、同じく珠洲市で自宅を片付けていた男性も、テレビ局なのか何なのかわかりませんが、今日も午前4時頃にヘリコプターが飛んでいて、うるさくて目が覚めてしまいました。正直、気が休まりません、と、疲弊した顔だ。さらに、地震から30分後、NHK に電話で登場し、被害状況を明かした珠洲市の珠洲八幡宮の関係者はこう明かす。地震が起きた時から、マスコミの電話取材が鳴り止みません。昨日は夜まで鳴りっぱなしでした。復旧作業もあるのに、参りました。マスコミの存在自体が二次災害化している現実。大問題ですよ。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。落ち着いて眠れない夜ってそういうこと？マスゴミ化対策も必要。まさに二次災害。マスゴミ、ほんとゴミだな。またかよ。いい加減、被災地の声に耳を傾けろよ。災害時のマスコミ対策が急務のようですね。次はこちら。阪神淡路大震災から一向に進歩しないマスコミ。熊本地震の時もそうだったわ。町内放送は聞こえないわ。地震と思ったらヘリだわ。迷惑でしかない。トルコでも怒られてたよな。本当に何も変わらんなマスコミって。マスコミはなぜ進化できないのか。余計なことしかしないマスコミ。相変わらずです。次はこちら。豪雨による浸水で停電を余儀なくされ、やることないのでお昼寝しようとしてたら、報道ヘリがうるさすぎて撃ち落としたくなったわ。災害対応のヘリ以外は入れるな。法整備した方がええぞ。マスコミのヘリはほんとイライラする。別にヘリじゃなくてドローンで十分だよな。被災地の上空は許可出すなよ。マスコミは報道ヘリの騒音を改善すべきですよ。最後はこちら。ほんとこいつら、自分たちが全くもって迷惑以外の何者でもないことに気づけよ。取れ高取れれば他人なんて関係ないからね。反日マスゴミどもは心配するふりしてるだけで本心は嬉しくてたまらんのだろうな。センセーショナルに報道さえできれば被災者のことなんかどうでもいいからな。スクープスクープ、他局より先に。あまりにも自己中心的すぎますよね。結論。他局よりもいち早くスクープを取るために、時間帯など一切関係なく、真夜中に報道ヘリを飛ばし、電話取材を決め込むマスコミ。まさに超迷惑なハイエナだとしか言いようがありません。マスコミは、被災地の方々がどれだけ大変な思いをしているのかを考慮し、その点を配慮すべきですし、騒音となっている報道ヘリをドローンに変えるなど、対策を講じるべきです。マスコミは、マスコミの存在自体が二次災害になっている現実を、しっかり直視してください。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と、質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、
チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。